さあ今回から奈良時代やっていきましょう。まずね、一番最初、奈良時代のスタート、いつからなのか、これしっかりと押さえておいてほしいのね。で、この奈良時代のスタートがこの年号なんでね、はい、710年っていうところから奈良時代っていうのが始まると。じゃあこれ何がきっかけで奈良時代スタートするかっていうと、都を奈良に移したから、そこから奈良時代ですよとね。政治の中心が奈良に移したから奈良時代っていうふうに始まるんだけど、さあその奈良に移された時の都の名前なんていうか、これね、しっかりと覚えておいてほしいんですが、こうやって言います。平城京っていう風に呼んでるんだよね。なのでこれ必ず710年平城京、なんと立派な平城京っていうことで、年号とセットに押さえておいてください。で、この710年に平城京を移された、奈良に都が移ったから奈良時代がこっからスタートしていくんだよと。で、このね、なんと立派な平城京、立派とかね言ってるけど本当に立派なのって思うかもしれないよね。本当に立派なのっていうふうに思うかもしれないんだけど、実際本当に立派だったんです。本当に立派なんですよ。で、めちゃくちゃまず大きさが大きい、とにかく大きい。どれぐらい平城京って大きかったのっていうと、実は東京ドーム513個分、想像つかないよね、513個、って感じだけど、まあ、とにかく大きかったと。そしてもう一つ特徴があって、これがですね、5番の目ってね言われてるんだよね。5番の目のようにしっかりと計画的に作られたと。5番の目って何？ね、思った人いるかもしれないけど、例えば囲碁とか将棋とかやった人、やったことある人ね、こう板があるよね。で、こんな感じで正方形になってるよね。で、平城京もこんな感じで道路がこうしっかりと5番の目のようにこうやって組み立てられてたんだよね。で、まあ、こんな特徴があるんだと。5番の目のような形をしていたんだと、平城京というのは。じゃあこれいきなり奈良時代の人が平城京いきなり作ったのと、こんな立派なねものをいきなり作ったのかっていうと、そうじゃなかったと。実はある国のある都を見本にしてたんだよと、お手本にしてたんだよと、まあ、簡単に言うと真似したんだということで、じゃあどこの国の都をこれ参考にしたのかっていうところなんだけど、さあこれ入れていきましょう。これを唐っていう風に言います。当時の中国の国の名前、唐っていう風に言います。で、唐の何かっていうと、長安というね、唐の長安っていう都を参考にして、あ、中国の立派な都があるぞと、それを日本は真似しちゃおうということで、唐の長安の都を参考に平城京っていうのを作ったんだと、まあ、そんな特徴があるぞと。で、さらにもう少し特徴を見ていくと、都の東西には市っていうのが置かれたよと。市っていうのは品物をね、売ったり買ったりする、まあ、市場なんて言われたりするけれども、そんな市っていうのが置かれて、そこではある貨幣っていうのが使われたと。貨幣っていうのはお金のことだよね。お金が使われていたんだと。じゃあこの貨幣何と呼ぶかっていうと、入れていきましょう。これを和道開珍っていう風に呼ばれてるんだよね。まあ、よく他の言い方だと和道開宝って言ったりもするんだけど、まあ、和道開珍っていう風に呼ばれてると。で、これ必ず写真とセットにして、あ、この写真ね見たなと、これが和道開珍だなっていうところで押さえておいてほしいのね。はい、ということで東西には市が置かれて、和道開珍っていう貨幣が使われていたんだということになります。はい、ということで平城京っていうのはこんな特徴があるんだよと。で、こっちの後半見ていきたいと思うんだけど、さっきね、唐の長安って出てきたよね。ここに唐の長安の都を参考にしたよって出てきたと思うんだけど、これ中国の国の名前ね、当時の国の名前なんだけど、さあ唐にね、派遣された、日本からこう派遣された施設っていうのがあって、これね、言葉として覚えておいてほしいんだけど、これを遣唐使っていう風に呼んでるんだよね。一個前でさ、遣隋使ったってね、隋に使いを送ったよってね、小野の妹が遣隋使として派遣されたよなんてやったと思うけど、まあ、この時代は国の名前が唐なので、唐に派遣されたということで、遣唐使っていう風に呼ばれてるんだよね。で、まあ、こんな形で結構唐にね、日本の人たちも派遣されてる中で、ちょっと特徴的な人が一人います。で、それちょっと押さえておいてほしいんだけど、日本から渡って、唐で一生を終えるっていうね、悲しいのか嬉しいのかこれ分かりませんが、ね、わざわざ唐まで行ったんだけど、唐のね、偉い人に気に入られちゃって、唐で出世をしちゃった人っていうのがいたんだよね。で、それ誰かっていうと、ちょっと入れていきましょう。これを、安倍の中丸っていう人物がいたんだよね。まあ、唐で出世をしちゃって、で、しかも、日本に帰ってくるタイミングがあったんだけど、まあ、当時の船っていうとね、結構ね、技術もそんな進歩してなくて、結構ボロボロな状態で、それで、結局日本にたどり着けず、
また唐に戻っちゃって、で一生を終えてしまったっていう人物がいたんだよね。まあ、その人安倍の仲間のっていう風に言います。でもう一人なんだけど、今度は日本に渡り、ね、さっき日本から唐に渡った人なんだけど、今度は日本に渡ってきて唐の仏教を伝えた人、唐の人ですねがいるんだよね。でこの人も何度も何度も日本にね、こう船でやってこようとするんだけど、その度に失敗してまた唐に戻って、また行くぞって言ってまた唐に戻ってみたいな感じで、で最終的に6回目の船で行く時にようやく日本にたどり着くことができたということで、まあそんな人物誰なのかっていうと、こうやって言います。鑑真っていう風に呼ばれてるんだよね。まあ最終的には失明をしちゃったなんて、失明しながらも日本に渡ってきたなんて言われてるんだけど、唐の仏教を伝えるために日本に渡ってきた人がいたんだよと。それが鑑真っていう人物で、でこの人仏教を伝えた人なので、お寺も開いてます。日本でお寺っていうのを開いてて、なんていうお寺を開いたかっていうと、こうやって言います。東照大寺っていうお寺を開くんだよね。ちょっとね、これ大寺って読めない人結構いるから読み方ちょっと注意してね。東照大寺っていうお寺を開いたんだよと。それが鑑真なんだよと。まあ、ここに唐って言葉があるので、まあ、唐の人ね、鑑真って唐の人だから、その人が開いたお寺なんだっていうところで押さえておいてほしいのね。はい、ということで今回の動画、まずは平城京奈良時代がスタートしたよっていうところをしっかり押さえて、で遣唐使だったりとか、まあ、特徴的な人物っていうところをしっかりとここで押さえておいてください。